はい、皆さんこんにちは、物販講師の黒沢です。今回はネット物販一人社長の自分がどうやって会計関係、税金関係っていうのを処理しているのかについて話をさせていただきたいと思います。基本的には顧問税理士さんを雇って1ヶ月に1万何千円とか顧問料、税理士さんによって変わると思いますが、お支払いして、あとは年に1回の決算の時期ですねに10万円ぐらい支払って税務関係っていうのをやっていただいてるんですが、具体的にどうやってるのかっていうのをお伝えしますね。ぜひ一つの参考にしていただければなと思います。ちなみにネット物販で起業する法人の会社、株式会社ですけれども、持つ場合っていうのは、登記をする場所が必要になってますが、自分はバーチャルオフィスです。東京都の新宿区にバーチャルオフィスですね、まあ、レンタルオフィスみたいなところを借りていて、そこで登記もできるので、登記だけしてます。だからバーチャルオフィス代金っていうのも支払っていて、今住んでいるこちらの場所は場所で事務所として、地代家賃っていう勘定科目になるんですけど、そこで支払っている。それも経費として、計上しているっていう流れになりますね。ネット物販のいいところは別に見栄を張らなくていいわけなんですよ。自分はたまたまうちから近かったんで、東京都新宿区の1丁目にバーチャルオフィスっていうのを持ってるんですけど、だからそこで登記してるんですけど、別に新宿区1丁目じゃなきゃいけないだとか、あとは南青山の方がいいだとか、そんなことっていうのは決してないんですね。だから取引先の銀行に関しても別に見栄を張る必要がとにかくないわけなので、昔ながらのね、銀座にある方が安心できるだとか、そういった世界じゃないので、そこはかなりやりやすいのかなと思います。変にね、高いところに事務所わざわざ借りて毎月何十万円もお金払うってことはありえないので、ネット物販っていうのはそこら辺っていうのがいいかなと。それよりもちゃんと売り上げ上げて3年ぐらいしっかりと会社を持っていれば、銀行から借り入れ、まあ、300万とか500万ぐらいでしたら平気でできますしね。あとはそもそも創業融資として300万円ぐらいであれば、多少実績個人事業主として積んでれば、そして税理士さんがいいコネクションを持っている税理士さんであれば、だいたい高校から300万円ぐらい創業融資としてお金借りることもできるので、私の生徒さん、起業しようかなと、法人化しようかなってタイミングがあれば、ぜひぜひおっしゃっていただければ、税理士さんも行政書士さんも、そして弁護士の人っていうのも紹介できますので、そこら辺ぜひね、ご安心いただければなっていうふうに思います。じゃあどうやって日々の経理を入力してるかっていうと、こんな感じですね。3画面使ってるんですけど、真ん中のこちらがフリーっていうソフトです。リアルタイムで税理士さんと連動させてます。ネット上で税理士さんと情報を共有してるって感じですね。税理士さんもまあ信頼関係があるので、そして自分もこういう入力っていうのはそんな下手じゃないので、もうどん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 入力して、税理士さんの方で後で間違ってるところっていうのは微調整とかしてもらうっていう感じですね。あとはですね、領収書の束とかあるんですけれども、これを決算の時に税理士さんに渡す。ちなみにこれフリーの両側に何があるかっていうと、こっち側の画面で勘定科目っていうのを調べる際に使ってます。例えばツアーに行った時アテンドさんを雇ったと、そのアテンドさんの費用はどこに入れるのっていうと外注費になるわけですよね。ツアーアテンド勘定科目とかでググるとすぐに出てますので、こんな感じで入力してます。で、こっちの画面って何かっていうと、これクレジットカードですね。銀行口座を連動させているので、もうこのフリーの方に勝手にポン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 入力自動でされていくようになってるんですけども、その入力っていうのを自動じゃなくて、あえて手動で自分のタイミングで入力するっていう設定にしていて、クレジットカードの内訳とかをこっちの方で細かくチェックすると。これアメックスのデルタのゴールドカードなんですけど、このデルタスカイマイルアメリカンエクスプレスゴールドカードっていうのは、2年目以降1年間で150万円以上の取引がある人っていうのはゴールドメダリオンっていう、まあ、クラス、ステータスがもらえるんですね。私が広州に行くときっていつも中国南方航空使ってます。中国南方航空を利用する際にデルタスカイマイルアメリカンエクスプレスゴールドカードのゴールドメダリオンという資格を持っていると、優先チェックインと優先搭乗ができるんですね。もちろんラウンジも使えますけれども、っていうことを考えると、このカードっていうのは非常に便利。生徒さんと羽田から広州の白雲国際空港に行くときに、私がカード持っていれば、このカード持っていれば、生徒さんも一緒に優先搭乗できるんですよ。優先チェックインもできますし、1枚のカードでワングループ行けるんで、まとめますと、バーチャルオフィスって安いところだと月多分2000円ぐらいで、東京都の新宿周辺とかでもあると思うんですね。
で、2000ぐらいであるんだけど、登記したい方は別途月に1500円払ってくださいとか、いろんなプランがあるので、生徒さんであれば相談いただければ、まあ、いくつか候補っていうのがある中で自分は一番安くって、で、バーチャルオフィスなんだけど、ちゃんと自社ビルにオフィスがあるような会社っていうのを選びました。個人事業主じゃなくて、法人化して代表取締役になるっていうことに関しても、もちろんメリット、デメリットありますし、で、自分の役員報酬っていう形で自分にお金を払うんですけど、その役員報酬も最低金額が決まっていて、その人のスタンスとかによっても全然変わってくると思うんですよね。要するに自分の給与として自分が受け取ったお金に関しては所得税を払う必要があるし、会社の場合は法人税を払う必要がありますし、そこのバランスですよね。私専門家じゃないので、場合によっては以前もやったことあるんですけど、私の税理士さんだとかを勉強会にお呼びして、その税のことをみんなで勉強しましょうっていう時間を設けてもいいと思いますしね。というわけで、今回は自分でいろいろと入力していたので、いい機会かなと思ってこういう話をさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。もしも少しでもご参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録、お願いできれば幸甚です。失礼いたします。